WRBP ラップランチタイムブレイク、本日も始まりました。ジブラです。ランチタイムブレイクは月曜日から金曜日お昼12時より渋谷道玄坂レップスタジオから生放送でお届けいたしております。ただいま渋谷区はですね、曇り時々晴れということで、そうですね、どんよりって感じでは全然ないんですけど、まあ全面、空全面を雲がうっすら覆っている的な、はい、そんな感じでございますですね。現在気温は25度、最高気温25度ということで、このまま行きつつ、2時に24度、4時に23度、6時に22度になりまして、7時に21度、そのまま行って、深夜0時に20度、で、深夜2時に19度という感じですが、深夜1時ぐらいからですね、降水確率 40% で、ずっと明日は雨なのかな。今のところ時間予報では11時まで出てるんですけど、そこまで11時とか 100% になってますですね。ということで明日は雨の予報ですけれども、週末土日は、晴れマークが出ております。明日は最高気温22度で、土日は27度、29度、だいぶ暑いですね。はい、そんな感じでございますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。自分はですね、昨日は、あれです、うちの長男次男が5月の頭、5月8日と10日生まれで、長男のところの息子、まあ、AKA 孫ちゃんですね。孫ちゃんが、今日誕生日ということで、3人のバースデーをですね、家族で祝うというやつやったんですけれども、なんすかね。まあ、まあ、うちの母親なんかも来たり、うちの長女も来て、でみんなで、こう、祝ったんですけれども、非常に、相変わらず、まあ、自分で言うのもなんだけど、うちの家族は本当にね、明るいっつうか、なんつうか、もう一生ずっと笑い話、大笑いをしてるという感じで。で、まあ、息子夫婦&孫ちゃん、まあ、長男夫婦&孫ちゃんは先に帰り、その後、俺がよく一緒にね、ライブとかやるジャズアーティストのトックなんかが月に一回やってる、エレクトリック神社というお店が六本木にございまして、バーなんですけど、まあちょっともう少し飲みてえと母親が言うんで、そこに連れて行きまして、で、まあそこで、いろいろ、次男、長女、母親、4人で、まあ話したんですけども、うちね、長女もね、まあ音楽、ちょっと本気で頑張ってはいるんですよ。で、まあ学生もね、やりながらやってるんで、まあ両立みたいな感じで、まあどんなタイミングでどうするんだってとこなんですけどね。まあやつは、こう、まあなんだろうな。まあバイリンちゃんなんで、まあせっかくだったらもう今のこの世の中的に感じではもう、ガンガン世界目指してした方がいいんじゃねみたいな話をしてて、ちょっとやっぱり今コロナで行けてないんだけれども、やっぱり留学はね途中した方がいいなみたいな話をしたりしておりましたでございます。はい、まあちょっといい感じになってくれたらなと。あと、まあお兄ちゃんね、もう少し手伝いなさいと、はい、レン手伝わせようかなというこんな感じでございます。ツイッターの方チェックしてみましょう。ハッシュタグ WREP をつけてつぶやいていただけたら番組中拾いますのでよろしくです。本日はね、毎週木曜日スクロビヒップホップということで、ゲストに DJ ケイダ B 君をお迎えしまして、いろいろお話しするんで、そちらの方ツイッターハッシュタグ WREP をつけていろいろつぶやいてください。ちょっとテンコだけしましょう。 MCY、それから K テラ、あ、皆さんお誕生日おめでとうございますって、ありがとうございます。あ、 K 孫ちゃんと誕生日一緒なのね。あ、じゃあ今日おめでとうございます。はい、他にはタタオ、それからハイコパゴシーショータエリア092、それからK がもはや久保田さん期待してる自分がいますマーシーダディ、それから勝久カオリン、八丸、それから、オミカ、良平、チョキくん、そんなところですかね。あ、カチンヌども、はい、皆さん聞いてくれております。ということで、早速、本日も始めてみたいと思います。本日、スクロールヒップホップ、ゲストは、DJ、ケイダ・ビー。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、ダビーくん、はい、それこそね、まあ、ちょっとまだ始めは、近況的な話をするんだけど、はいはい、俺一度この辺の話したかったなって思ってたのは、はい、ヤクルトのね、
あ、スワローズの。そう、はい、スワローズのやつ。プロ野球。そうなんですよ。これは本当あのね、まあ、もう、なんて、俺、もう本当嬉しいというか。もうね、あれ、2000何年だ、5、6年だったのかな。やられてましたよね。2006、7年かな。そうそうそう。そうですよね。あの時はね、もうとにかく、まあ無理くりね、富士山系グループの流れで、フジテレビの、巨人戦の中継に関するプロデューサーみたいな感じで入れてもらってたから、はい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 、まあ、あの、一応その、イベントみたいな形では入ってはいたものの、はい、まあ、どちらかというと逆風しかないというかですね。もうそういう状況でみんなもまだヒップホップ、んはてなみたいな人も結構やっぱ多くて。2005年とかってそんなもんかな、確かそんな感じの頃で、はい、だからまあね、あの、なかなか難しかったんですけれども、そうっすよね。まあもうね、うん、それをね、最近ダビー君がね、いやあの、もうヤクルトホームゲームやってくれてるっていうんでね、すげえ嬉しいし。そうなんですよ、神宮球場でやってますね。ね、はい、どんな流れだったのそれって、もともとは。まあ、うん、コロナになる前の、時に、はいはい、夏の外の神宮球場の外でイベントをやりたいみたいな感じで、ほうほうほう、あのグリーンルームの会社からオファーが来て、うん、でそこでヤクルトの球団の方と知り合って、うんまあ、もっとエンタメ強くしていきたいんですよねって話をいただいたんで、うんまあ、そこからちょっと1年間詰めてる間に、うんまあ、コロナになって、まあ、でもその中でもやっぱりお客さん入れないけど、うん、エンタメをやっぱりもっと強くして発信を増やしたいってことだったんで、あ、じゃあちょっとやってみましょう、いろいろみたいな感じで。いやー、いい時代になりましたな。いや、本当ですよ。本当にありがたいですね。どんな感じでやってんの普段。いつも開門して、まあお客さんが入ってから、まあ試合始まるエンタメの前までなんで、うん、まあ4、50分くらい普通にクラブプレイっていうか DJ プレイして、うん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 、まああとは、まあ選手登場曲とかもかけるんですけど、回が変わるイニングの間とかに、まあたまに1分とか2分とか隙間あるんで、まあそういう時とかは、まあなんか好きな曲、まあフックだけかけたりとか、それこそ昨日とかは、東京の友達が何人か遊び来てたんで、うんうんうん、あのダボさんの出発進行かけたりとか、ほう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 、割とかけれるところはかけたり、うん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 、はい、好き放題やってますね。どこでやんの？まあ、オペレーションの部屋の中の一角なんで、まあ、もう言っちゃうと僕の隣にウグイスさんいて喋ってる。はい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 。で、まあ、今なんで、こうやってちょっと仕切りあるっすけど、うんうんうん、はい。なんかそこで、こう、いろいろ好き勝手やってますね。そうか。俺らもね、なんかそういうところだったかな。なんかあの、いわゆる、なんていうのかな、あの、メディアのとこら辺とかが、こう、いくつかこう、部屋があって。あ、そうですそうそう。それの一つ。だよね。はい。そうそうそう。並んでるとこっす。あそこちょっと一歩出るとさ、あの、他の解説の方とかうろうろしたり。そうね。そういう、そういうとこだよね。それこそテレビのそういう放送の方とかがいたりとかして、めちゃめちゃケーブル引いてあったりとかしますけど。そこだよな。なんか懐かしいな。いや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 、あの、俺ら周りで行くとさ、あの、GK マーヤンがさ、はいはい、もう大ハードヤクルトファンなわけよ。だから多分マーヤンなんかもすげえ喜んでると思うんだけども。うん、ぜひ会ったらしたいですね。はい。ちょっと今度伝えておきます。つなぎます、ちゃんと。はい、お願いします。はい、ということで、今日はね、はい、スクールオブヒップホップ、昔話をしていただく回なんでございますけれども、はい、早速まあちょっとそのね、昔話に入ってみようかなと思うんだけど、はい、まずはそもそもね、はい、あの、ダビー君の、まあ音楽遍歴みたいな話じゃないけど、うんうん、小学生とかさ、中学生とか、そのぐらいの頃に、まあ、音楽に興味を持ったぐらいの頃、はい、どんなものから興味持ってった？なんか自分で CD 一番最初に買ったのは、うん、あの細長い時代のやつで、ちょうど、まあ、僕サッカー1年しかやってなかったんですけど、J リーグ的な、うん、なんだろう、年代に入るんで、うん、あの日本代表の俺、うん、俺みたいな CD 応援歌みたいなのがあって、それをなぜか親父に5年で買ってもらって、うんうんっていうのが始まりで、うん、でも結構親が歌謡曲っていうか、なんだろうな、うん、まあ、地元が藤沢の方なんで、サザンだったりとか、あと母ちゃんが松任谷由実好きで、うん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 、なんでサザンとユーミンの CD が全部なんかアルバムあるみたいな感じで。うん、じゃあなんだろうな、まあ音楽的センスの意義、まあなんか、そうっすね。うんうん、好きで聴いてましたね。ユーミンとか普通に自分も今でも。そっか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 。はい、その、オレオレを買った時は、いくつぐらいだったの、はい、あれはいくつかな、小4とかそんくらいだと思うんすけどね。多分。うん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 。
サッカー、まあやってればな、あれはちょっとな、持ってたい感じもするよな。ね、まあただ、その前に水泳やって、うん、サッカー1年だけやって、中学校からもうバスケだったんで、うん、ほう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 。まあなんか、まあサッカー今でも好きっすけど、うんうんうん。まあなんであの CD だったのかなって今でも謎っすけどね。うん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 、うん。いやでも、そうだね。っていうと何年ぐらい時代でいくと、あれ。何がって。2000、あれと 1900?いやどんくらいっすかね。もう90 J リーグ発足したのか、うん、90何年になるんだろうな。90年代前半ぐらいか。いやそうっすね、多分そんなもんだよね。そっかそっかそっか。92年ね。年はい、はい、でまあそんなところらへんから、はい、まあね、親御さんがそういうのを聞いてらっしゃったっていうのもあって、まあ、耳にすることもあったと思うんだけど、はい、うん、なんだろうな、まあ応援歌はね、どちらかというとそういうこう、まあサッカーから来てみたいなところがあると思うんだけど、 そっから今度は、どんな感じですか、どんなのを聞いていくみたいな。そっからあの友達と、うんうん、まあなんかこう小学校ぐらいとかだと、はいはい、まあなんか家行ってタムロしたりとかするじゃないですか。でまあ自分も兄貴いるんですけど、うん、自分の兄貴と仲のいい兄貴がいるやつと俺も同級生で仲良くて、うん、でそいつんちよく溜まってたんですけど、うん、まあそうすると兄ちゃんの CD とかあったりとかして、でなんか適当に聞いてみようよって言ったのが、うん、まあ今日1曲目にかけていただこうかなと思ってた、イーストエンドプラスユリのダイレだった。おお、そうかそうかそうか、これ何みたいな感じになって、うんうん、まあ、あれか、じゃあ結構さ、だよねってさ当時バーって流行ったし、そうですね、まあまあ、あの、まあテレビなんかとかでもなんか出てきたりしてたような気はするんだけれども、はい、本当にそれにじゃあ、知ったのは多分そのお友達の家、そうですね、ってことなんだ。友達の家で、いろいろチェックしてたら、はい、なんか出てきた、あったみたい。なんかすげえずっとだよねって言ってるけど、なんだろうこれと思って。その頃ラップもヒップホップ、まあなラップっていう言葉とヒップホップっていう言葉のなんか違いも何も分かんなかったし、まあ、もちろんね。うん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 。なんだろうこれと思ったら、うん、おーみたいな。なんかこう、喋ってるみたいな。喋りまくってるし、うん、なんだろうなみたいな。うん、楽しいぞみたいな感じになって、まあなんか、友達の間で流行ったというか、うん、なんかあれだよね、まあさ、イーストエンド自体は、はい、ガクはまあいわゆるまあラップしたラップしてんだけど、そうですね、ゆりちゃんはさ意外とちょっとこう喋りっぽい感じっていうかさ、だからまあそういう意味では子供たちにもとっつきやすさみたいなのがあったのかな。いや、分かりやすかったですね。ね、はい、うん、キャッチーでしたもんね。そうだよね、うん、これに関してはその当時その友達のお兄ちゃんはどんなふなんかそれになんかコメントしてた、こんなあれなんだよとかどうなんだよ。いやなんかそんな説明はされなくて、うん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 、でもなんかうちの兄ちゃんの方がヒップホップ聞いてたんですよ。おお、ほうほうほう、まあ、後々なんですけど、うんうんうん、だから結構その後まあなんか僕がヒップホップ自分で聞き出すようになってから、うん、まあなんだろう、まあダヨネに始まってその後ブッダ聞いたりとか、うん、まあスチャダラ聞いたりとかあったんですけど、なんかその辺になってくると兄貴がなんかお前もヒップホップ好きになったのかよみたいな感じで、はははは、これこういう感じなんだよとか、そうかそうか、アーバン文法っていうのがあるんだよいろいろ教わりましたねそうかそうか。じゃあせっかくなんでね、はい、まず初めて耳にしたであろうラップ曲ということで、はい、選んでもいただいております。曲振りもお願いしてもよろしいでしょうか。はい、というわけで KWB が初めてラップかなと思った曲お聴きください。イーストエンドプラスエリでだよね。WRP ラップランチャンブレイクス、お聴きいただいたのは本日のゲスト DJ KWB くんが、初めて耳にしたであろうラップ曲ということで選んでいただきました、イーストエンド&ユリでだよねでした。これ今んとことかそれこそスクラッチとか入ってたじゃん。そうですね。その時はなんかなんだろうみたいになったりしたの。なんだろうってのもありましたし、うん、でも最初に興味持ったの DJ じゃなくてラップだったんですよ、うん、まあそっちだから結構だから中学校の時とか授業中にリリック書いてたりとか、うんうん、それこそジブラさんのジブさんの前で言うのもあれですけど、うん、当時 DJ もしてたし、うん、自分のイベントでライブとかも何回かだけやったことあったりとかして、うん、そういう過去も、俺これ多分6レプでも話したことない気がするんですけど。ちゃんと。あとめちゃめちゃオープンマイク好きだったとか言いました、ね、おー、そうだったのね、はい、実は。いやじゃあまあまあでもねやっぱりそのぐらいの頃にさ、はい、あだからこのだよね聞いたのはいくつぐらいだったってこと。これだから小それこそだから俺とはもうかぶってない、かぶってると思うんで小4小5とかだと思うんですけどね。小4小5とかそんなぐらいだね、はい、10歳くらいだと思うんですけど。まあだからそれで聞いちゃうとさ、なんだこれみたいな。ほらなんか例えばまあ歌とかって言ったら
なんかこう音痴とかそうじゃないとかいろいろあるじゃない、はい、でもこれって別にラップってそういうとこじゃないから、ね、なんかこうちょっとした真似みたいなのもなんか意外とこう歌詞さえ覚えちゃえばできるようになったりするし、したりもするし、でこのだよねもなんか NHK かなんかでライブしてる時に、うん、ほうほう、あのゆりさんがなんとかがあるのかバイビーっていうところを、うん、確かなんかでもお前受信料払ってないよねみたいな変えてリリックがあって、ほうほう、でそれをガクさんがだよねって言っててこんなこと言っちゃうんだなと思ってすごいじゃん、だから今考えると なかなかヒップホップというか、いやそうだね、あのなこと言ってんだと思うけど、いやいや その通りだねそ, のじあのその冗談を許してくれる NHK もなかなかすごいですね、はい、いいなと思うけど、いやもうインパクトあったっすね、やっぱ、うん、そっかそっか、この曲自体はね、まあ当時ポジティブ系のアイガラメン、この曲をなんかこうイメージして作ってるらしくて、はいはい、あのまあなんていうのかな、あの女の子をこうナンパして声かけるんだけど、なんか全然こうのれんに腕押しなそういうこうやり取りをするっていう話で、多分こういう曲が作りたいっていうところから、まああれができたらしいんだけれども、なるほど、だからこうやって聞くとさ、まあなんていうのかな、ネタ使いの感じとかさ、そうです ね似てるよね、ちょっとこう、ね、ダンクラバイブスでさ、うん、そう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 、だからまあまあなんだろうね、まあラップしてる女の子のラップがうまいか、普通の女の子っぽいかの違いぐらいで確かにそう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 、まあその普通っぽさがまたそうそうそう、うん、それは入りやすかったんだろうなっていうのは気がすごいするけどね、はい、そうかそうか、じゃあまあその辺からこうはい、ダヨネとかから入っていって、はい、でその後にまあ自分のお兄さん、お兄さんおいくつなんだっけ、ね、7個上なんで、今いくつだ、45、6くらいじゃないですか、で結構上か、だ結構本当に兄貴からいい影響、うん、だ教えてもらったことは本当後々なんですけど、うんうんうん、だ家一緒にまだ実家住んでた時とかは、うんうん、兄貴がそれこそ3品キャンプのビデオ持ってたりとか、あと US で言うとデフジャム監修だったかな、あのザショーっていうランディ MC とか、はい、途中バミディが出てくるやつね、あそうですそうですあれとかがあったんで、うん、まあなんかで、あとダンス甲子園に兄貴がハマったりとかそういうのがあったんで、ちょうどさ、だからうちの弟、はい、スフィア、はい、スフィア8個下なのよ、ああなるほど、なんとなくねちょっとわかる、そのぐらい離れた兄弟の感じって、だからあいつも小学校の頃からなんか俺の部屋とか来て、そういうのをこう俺がブレイクダンスしてんの見てみたりとかそういうのしてたからなんとなく その辺からこう入ってってっていう感じだったのはすごいあるな。教えてたりはしたんですか、これがいいんだ、教えるらしい、教えらしい教えはそんなにしてなかったような気もするけど、でもね多分中学生ぐらいになってからはもう完全に教えてたかもしれない、なるほど、うん、まあ、じゃあどっぷりだったんですね、そう、聞くならこれ聞けとか、あとなんか格好とかが、うん、俺らぐらいのその時代、うちの弟がその小学生ぐらいだと、なんだろうな、ストゥーシーとかがだんだん世界的に少し流行り始めて、はいはいはい、であとは例えばスニーカーとかもエアジョーダンの3とか、はいはいはい、そういうのが出始めてで当時はだからもうナイキの服を着たりするのがかっこいいみたいな時代になったぐらいの頃だったから、そういうのをこう真似してちょっとワンサイズアップのダボっとしたの着たりとか僕もお風呂よくもらってましたもん、でしょ、そうそうそうノスカのジャケットとかそうトミージーンズとか、そうそうそう、あれなんだよね、当時ねダブついてる服でよかったから、別にお兄ちゃんのでっかい服でもそれで OK みたいなむしろ可愛いみたいな、全然ダボダボでよかったんで、そうそう、はい、そうなんですよ、そっかそっかそっかじゃあその辺からこうね、兄貴にもおお、お前もヒップホップ好きになったかみたいな、そうですね、ところの中から、お兄さんはじゃあ結構あれなのかな、邦楽多めだった？日本語ラップ多めって感じだった？両方聞いてましたね。だから、まあ、三品、まあ、それこそジブラさんとかもそうですし、うんうんうん、まあ、ブッダもそうですし、うん、シャカとかもそうですし、うんうんうん、ユーザロックさんとかも、うんうんうん、結構、まあ、後々兄貴からこういうラッパーいるよみたいな感じで紹介されたりとか、まあそれこそブッダの CD を家に持ち帰った時とかは兄貴にお前センスいいなって言われたりとかして、じゃあこっちも聞けみたいなのがあったりはしたっすね。なんかあれかな、なんとなくやっぱり、初めにまあ、ダヨネを聞いたってところもあったからなのかわかんないけど、はい、ちょっとこう、和物の方が入りやすかったみたいなのもあったりする？最初はそうですね、うんうん。日本語ガンガン聞いてて、でまあ、そのさっき話したデフジャムのザショーっていうドキュメンタリーも、うん、まあなんとなくは聞いてたんですけど、うん、
まあそこでなんか、まああれビギーも出てくるんですけど、この曲かっこいいなとか思ってたりとかして、でまあいろんなアーティスト聞いてったら、まあなんかミュージックビデオ、当時 MTV とかも結構家で流れてたんで、まあそれで食らった曲もいっぱいあったりとかしたっすね。じゃあ結構さ、洋楽とかで、他のジャンルとかはそんなに聞かずに。あんまりそうなんですよね。結構まあバンドっていうかロック入ったりとか、そういう方多かったと思うんですけど、結構 US に関してはもういきなりヒップホップ聞いてたみたいな感じなんで。そうかそうか、それは非常にあの、まあまあまあいろんな人がいろんな流れがあっていいと思うんですけど、いい流れでございますですね。まあ幅広、今考えるともっと幅広く聞いといたら財産になったのかなと思うんですけど、いやでもね、なんだろう、だからそれだけ俺ね、ほら最近も結構さ、現場の問題でさ、なんだろうな、日本語ラップしか聞かない子みたいなとかも最近すごい多いじゃないと思います。でも、はい、あの時代って、その90年代とかって、本当に我々、そのプレイヤーが、まあラッパーもそうだし、DJ もそうだし、すごい洋楽の、そうですね。ヒップホップをこう押してたし、なんかそういうのを、なんていうのかな、いい意味でこう真似たりする感じとかっていうのがすごくあった分、フローに取り入れたりとかもおっしゃいましたもんね。そう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 。そうそうそう。で、なんだろうな、例えばほら、当時だとさ、ライブ1個やるにしても、自分たちのインストってリリースして、しかもバイナルを出すまで、できないわけだよ。そうすね。そう、それかもうさ、ダットとかで、ね、ポン出しなわけ。で、あれって絶対、いくらダット、頭出ししといて、再生ポーズ状態にしてても、ポーズ外して、ちょっと人もあるわけだよ。なるのが。ね、なんとか、かませーどんどんかみたいな。だから、あれもやっぱやりづらかったから、だからどうしてもね、US の12インチの、はい、インストを使ってライブっていうのはすごく多くて、だからそういうのもね、多分ね、まあ、影響あったのかなという気はするね。ムロ君がじゃあロードフィネスでライブやってますみたいな感じとかさ。レアでしかないっすね、今そうだ、そうなんだよ。でも本当そういうのがやっぱり当時あったから、より、こう近くなってたと思うし、なんかこうヒップホップはヒップホップで一つなんだみたいな感じがあったから、だからもしかしたら多分そういう影響でお兄さんとかも、そうですね、当たり前のように両方チェックしてたのかもしれないし、そうかそうか、それは非常にね、いい時代だったんじゃないかなというふうに思いますけど、はい、でまあその辺からこう洋楽のヒップホップもちょっと聞き始めていってっていうところだと思うんだけども、はい、なんかこうこれでどっぷり来ちゃいましたみたいな。なんかあったりする？さっき話した、まあ、ビギーの、まあ、雑誌にも入ってるビッグポッパとかもすげえ好きで、まあ、そっから、まあ、元ネタ行ったりとかもあったんですけど、やっぱりなんか思春期で、まあ、なんか、中学校くらいかな、まあ、なんか、うじうじ悩んでる時の自分に、やっぱなんか、ミュージックビデオですごい衝撃を与えてくれた曲があって、まあ、それが次のウータンクラーの曲なんですけど。はい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 。まあ、これはなかなか MV 衝撃的だよね。なんか、まあ、今見たら全然汚ねんすけど、なんかもうフックもないし、確かに確かに。ずっとラップしてるけど、こんなのもありなんだと思って、なんか途中蜂がめっちゃ飛んでるし、ね、そう、なんだろうこれ。さ、あれは多分さ、当時で思い起こすとね、ウータンがもちろんファーストアルバムで、まあ、すごいバーっと、もう有名になったけれども、その後に、もう本当にその、なんだろうな、ウータンってやっぱりそのブランディングがすげえうまかったと思うわけ、はい、当時やっぱりなんだろうな、ウーウェアとかさ、そういうのとかもあって、はい、なんていうかこう W のマーク、あれがとにかくやっぱりすごくこうシンボリックでさ、あれをこうガーッと押してってる感じがあって、それによって多分メイクマネーもうまくできてたと思うし、はいはい、まあ本当にそれこそウータンはさ、途中もう初め出てきた後すぐにもうソロがそうですね。ね、みんないろんなとこで出してましたもんね。そうそうそう。だったから、もうなんかこう、ウータンのこう、もう王国みたいな感じになってて、で、それで次に出たアルバムなわけじゃない。そうですね。で、だからもうね、MV にかけられる金の額とかも多分、それまでのヒップホップとちょっと違ったんだよね。楽しいですね。うん、で、それはね、俺あの時すげえと思って、このウータンだってファーストのさ、曲の MV のもうローバジェ感って半端じゃないからさ、もうメソッド、METHOD マンのね、PV とかさ、もうただ瓦礫の中で歌ってるだけでさ、まあ、ロケも減ったくれもないですからね。そう、もうマジあんなのすごかったのが、もう、うわ、さすがビッグになってこんな感じになっちゃうんだ、すげえって思わされたから、そう
まああれをね、これ多分中学生ぐらい、そしたら多分。そうですね。ね、これ初めて聞いたのは。それでね、はい、見ちゃったらこれは食らいますよね。じゃあちょっと曲行ってみましょうか。はい、というわけで紹介しましょう。ミュージックビデオ衝撃的でした。聞いてください。ウータンクランでトライアンフ。WRBP ラップランチブレイクスお聞きいただいたのは本日のゲスト DJ KWB が、ヒップホップにハマったきっかけという曲で、ことで、一曲選んでいただきました。ウータンクラン、トライアンフでした。ここで一回コマーシャル挟みまして、コマーシャルの後も WB くんの昔話いろいろ聞いてみようと思います。皆さんそのまま、stay tuned!WREP Rap Lunchtime Breaks Back Again 本日スクローブヒップホップゲストは DJ K ラビーです。お邪魔します。引き続きよろしくお願いいたします。ねツイッターが来てて、ミスターたけしマンね、うん、話の文脈からして多分同じ年だから現在39歳、あ、まあ近いですね、うん、同じ体験してますねと、はい、ウータンはセカンドからでした、でもハードすぎて1枚通して聞くのは体力いりましただわかります。当時さ、まあこれだから中学生ぐらいってことだよね、はい、でそうするとまあこういう、ウータンの曲だったり、まあビギーにしても何にしても、はい、このぐらいの時代だと、もう例えばいわゆる G ファンク的なギャングスタラップみたいなのも多分あったと思うし、はい、そういうののさ、こうバックグラウンドというかさ、そういう話とかもやっぱりなんとなく知ってったりするわけでしょ。そうですね。ね、その辺はどんな風な印象だった。いやー、なんかどうなんすかね。でもなんか、うん、あんま西海岸にハマるのは遅くて、うんうん、でもなんかまあ、トゥーパックだけは知ってたみたいな、うん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 、なんであの辺の周辺は知ってたんですけど、それこそなんかトゥーパック、僕がヒップホップ聞き始めんのを、うん、あの姉ちゃんもいるんですけど、姉ちゃんも聞きつけて、うん、姉ちゃんもともと洋楽ランダムに入れる聞くタイプだったんで、はいはい、いきなり2パックの LP をプレゼントにくれたりとかして、うん、でそっからなんか西海岸聞いてったんですけど、うんうん、お姉ちゃんはお兄さんよりは、は上ですね。あ、さらに上なんだ、はい、ほう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 。なんでまあ割と、うん、なんだろう、世代的にランディ MC とかもしかしたら聞いてたかもしれないですけど、あ、はあ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 、はい、そっかそっか。情報とかってさ、はい、なんかどっから当時仕入れたみたいなのあったりする？いやー、まあ雑誌と、あとはまあなんかほんと US の情報じゃないですけど、うん、そういうなんか街のなんかフライヤーとか、うん、ああいう、なんですかね、うん、ストリートニュースペーパー的なものとかはなんか、服屋に金もないのに行って、うん、なんかフライヤーだけ片っ端から取ってみたいな、そういうフライヤー小僧だったりとかしたんで、はい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 。それこそ今で言うなんですかね、あのまあ、ああいうタワレコの雑誌みたいなやつとか、フリーペーパーとかもう片っ端からゲットして、なんか、イベントのフライヤーとかにもなんかちょっとコラムじゃないですけど、うんうんうん、書いてる人とかちょいちょいいたんで。ああ、確かに確かに、はい。なんかそういうので、ああ、なるほどね、みたいな、うん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 、そういうのはなんか勉強した気がしますね。うんうん、お兄さんは、なんだろう、例えばブラストじゃない、フロントじゃないけど、そういうの買ったりしたりしてたりもしてましたね。うんうん、ブラスト家にあ、家っていうか、もう早くから、まあ別居っていうか、うん、あの、向こうが大学で寮に入っちゃったんで、はい、はいはいはい。なんであんまりその辺は一緒に見ることはなかったですけど、うん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 、まあブラストとか、まあウーフィンとかもそうですけど、うんうんうん、まあその辺はちょっと自分でも見てたかな。で、まあそんなところからね、まあ初めはこうラップ興味持って入ってったっていうところだと思うんだけど、はい、そこからこう DJ を始めるきっかけみたいな話をちょっと聞きたいなと思うんですけど。いや、なんか結局ターンテーブルないとちょっとラップでもあれかなと思ってて、でまあ一気に機材揃えるのはちょっと金がかかるなと思ったんで、最初なんていうんですか、5000円くらいのレコードプレイヤーだけを、ポータブルのプレイヤーみたいな感じ、そう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 、買って、でなんかまあ12インチもそこからちょいちょいだけ買い出して、でまあでもミキサーがいるらしいみたいな、ミキサー買って、でもうターンテーブルもう一個買って、でなんかのタイミングで最後のピースとしてもう一方のターンテーブルを買って、うんうんうん、まあ全部セットが揃ったみたいな感じでやってたら、全然曲と曲って繋げらんねえなみたいになって、ピッチってなんだろうみたいな感じが始まったんで、これ同じに聞こえるのに繋がんないんだよなとか思ってて、なんかいろいろやったらなんか DJ の方が楽しくなっちゃって、なんかその当時ってなんかそういう話を誰としてた？あんまり周りにいなかったですね、中学校では何人かヒップホップ聞いてるってやつもいたんですけど、気づいたらテクノ好きになってたりとか、はい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 、やっぱりいろいろ分かれてったんで、ずっとその当時からヒップホップ聞いててってやつもなかなかいなくて、でそれこそ高校の時とかも部活でヒップホップ聞いてるのは多分僕だけだったんで、大学くらいになってようやくみんながなんかアッシャーとか、カニエ・ウェストって何とか聞いてくるくらいになって、いわゆるだから2000年代
なってからの方が比較的周りに増えてる、ね、一般的にやっぱ広がってったのかなと思って、うんうんうん、さっきあのさ中学でバスケって言ってたじゃん、はい、バスケの現場っていうかそういうところはどうだった？バスケの現場も別にそんなことない。まあでもアンドワンが流行ってたりもしたんで、うんねねうんうん、高校生くらいになると、はいはい、でそっから一気にやっぱなんかそのゲームとかもそうですけど、うんうん、まあノーティーバイネーチャーの曲使われたりとか、はいはいはい、あのアンドワンのねビデオとかもさずっとヒップホップ流れてたじゃん。そうなんですよね。だからその辺はあのつながりはね結構でかかったのかなと思って、うん、それこそだからさっき言ったあのうちのスフィアもバスケやってたから、そうですよね、うん、それでなんかそういう流れもいろいろあったし、うん、そうだな、だからなんだろうな、意外と耳にする機会ってのはねバスケやってる子たちは多かったはずだなとは思うんだけども、いやそうなんですよ、うん、ジブさんたち CM のやつもそうですけど、はい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 、結構みんな聞いてたはずなんですけど、うん、まあなんかそんなにバスケがメインっていうか、うん、そこだけを救ってたんで、うん、あんまりその曲の方までは直結しなかったのかななのかなと思うんですね、うん、カルチャーまでには、うんうんうん、スニーカーぐらいだったんですかね結局ね。そうですね、うん、そうかそうかそうか、まあその辺からねまあ DJ を始めてって、はい、でまずはじゃあまあそのつなぐのなんだこれみたいなところとか、うん、そういうのさどうやってやり方って覚えてたの？なんすかね、でもなんか当時あんまりまあ YouTube とかもなかったですし、うん、もちろんまあ教本くらいはあったかもしれないですけど、うんうん、なんか当時 DJ とかヒップホップは学ぶもんじゃねえとかって思ってたんで、うん。はい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 、はい。目で盗むみたいなね。そうなんか、うん、もう人のテープ聞いて盗みゃいいんだと思って、うんはいはいはい、それこそまあなんか、まあセロリさんとかもそうですけど、うんうんうん、あの、諸先輩方のミックステープ買って、うん、で、同じ曲買って、うん、あ、これとこれ繋がるじゃんみたいな感じでちょっとずつやってって、うん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 、で、なんかまあ徐々にやれるようになったかなとかですね、うん。今はさ、それこそさ、セラートだとさ、BPM が出るじゃないですか。そうですね、数字化、数字するんで。この草加減たまらないよね。まあ、シンクしますし ね。そう。っていうかさ、意外とね、パッと聞き、うん、なんか同じようなビートだなと思っても、実際合わせてみようとすると、BPM5 以上違うとかさ、全然違うとか。あったりするじゃない。あれも結構びっくりするよね。あ、この曲絶対あの曲とうまく繋がると思ってやったら、うわ、プラ8でもダメだみたいな。そうなんだよ。そうなんだよな。逆に弊害が、若干あったりしますけどね。そうそうそう。だからまあね、そういう、当時の中で、まあ、スクラッチとか、そういうのはどうしたの？なんか、興味持ったの？あんまりなくて、うん、まあなんかでもその現場で使うようななんかドラムでズクって入れるとか、まあそういうの程度ですね、うん。あんまりそのバトルに興味が湧かなかったんですね、うん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 、不思議と。じゃあチェンビ買ってひたすら練習とかそういうことはあんましなかった？そんなことはなかったですね。まあブレイクスものは何枚かもちろん家にもあったっすけど、はい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 、はい、なんか練習用ってだけで、うん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 、まあそのじゃあトリックやってどうしてこうしてとかってところよりは、そうですね、どちらかというと選曲して、それと同時にもうクラブ遊びが好きになっちゃったんで、うん、はい、その辺のきっかけはどんな感じだったの？クラブ遊びは地元のそれこそ中学の先輩で、うん、まあラップも DJ もやってるっていう人が当時いて、うんうん、でまあその人の小箱なんですけど、イベントが地元の地下のライブハウスである、うん、50人入ったパンバンのところだみたいな感じで、で結構そこで、もう今で言うと、まあ名前出してもだいぶ、湘南の風のハン君とかも、ライブしに来てたりとかしてた時代だったんで、すげえ、それってさ、なんて店？クイーンズ。クイーンズ？もしかしたら知られてるかもしれないですね。場所は？オーパの裏ですね。あ、そうか。あ、なんかあったかもしんないな。またりビルだっけな。うんうんうん、はい。地下のとこで、すぐ隣にラーメン屋があるとこですね。いや、だからそうだね。もちろんね、あの辺のエリアは、そういうこう音楽好きな人たち多いし。そうですね。ね。だからまあそういう、なんていうのかな。まあ、なんだろう。こう、東京とど真ん中とはちょっと違うけども、うん、なんかそういう空気はいろいろあるところだよね。で、あと、なんだろう。アメリカのカルチャーとかさ、はい。いろんな意味で好きな人も多いじゃない。そう。まあ、海近いんで、やっぱそういうサーフカルチャーとかも入ってきてたんで、うん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 、そういうとこが強かったのかな。そうだよね。で、サーフカルチャーって言うと、やっぱスケートカルチャー繋がってたりとかして、ね、で、なんかそういうのって、やっぱり、またそのヒップホップにまた繋がるところもあって、うん、ファッションも含めてとかそういうのね、あったんだろうなと思うけど。そんな中、じゃあ、DJ をね、はい、まあ自分で家でやってて、はい、で、まあなんだろう。まあ、
ミックステープ作ったりとか。そうですね。そういう感じ。ましたね、で、ちょっと友達に聞かせたりとか。そうです。可愛い子にあげたりとか。そういう時代でしたね。で、そこからさ、じゃあ、店で回すべと。いうきっかけはどうだったの、うん、は、それこそ、僕スケボーやってなかったんですけど、うん、スケーターをやってた友達がいて、今その人は、まあ、キングライフターっていうレゲエのサウンドクルーなんですけど、で、その友達がスケーターで知り合った友達と、今度イベントやるんだよねってなって、DJ を探してるってなった時に、あ、そういえば、ケイちゃん、ターンテーブル持ってるっすだな、みたいな感じで、なんか友達が DJ 探してるんだけど、って言って、ブッキングしてもらったのが、多分21年前くらいの、あの、横浜に今ないんですけど、リザードっていうライブハウスっていうか箱があって、で、そこのカウントダウンイベントだったんですよね。おー、いきなり一発目からカウントダウンだ。そうなんですよ。しかも、その時が前半後半でイベントがなんか分かれてて、僕らのブッキングしてもらったイベントが後半だったんで、12時またぎっていうか12時スタートが僕だったんですよ。デビュー戦なのに。おー。どうしようと思って、でもあんまり緊張するタイプじゃなかったんで、まあなんとかなるべえと思って、まあなんか練習してたレコードいっぱい持ってって、でかけたらなんとなく、まあ当時それこそネリーのライドウィットミーとかがピークだったんで、めちゃめちゃ歌うじゃん、超楽しいな、クラブ DJ と思って、もうどっぷりいった感じですね。ああ、そうかそうか。いやでも、それなかなかなデビュー戦だね。そうですね。いきなりタイトルマッチからのデビュー戦みたいな、そういうレベルだよね、これね。今でも覚えてるですね、鮮明に。そっか、そっか。その時は、じゃあまあどちらかというと、比較的こう、内輪的な感じのイベントっちゃイベントだったってことなのかな。まあ全然内輪だったですね。若い子集めてみたいな。ほんともうみんな二十歳みたいな感じ。じゃあ、ダビー君もこう、友達誘ったりとか。そうですね。うん、DJ するから来てよ、みたいな。なんか高校のやつがヒップホップ知らねえけど来たりとかして、ちょっとなんかドキドキして、みたいな。そうか、そうか。いや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 。じゃあ、次ね、もう一曲、はい、行きたいなと思うんですけども、はい、まあ、DJ を始めた当時、好きだった曲っていうのを皆さんにも、ピックアップしていただいておりまして、はい、じゃあ、とりあえずかけてからその話しようかな。まあ、そうですね。じゃあ、曲振りの方お願いします。かぶってると思いますけど、聞いてください。MOP、フューチャリング、バスタライムステフロン、レミ・マーティンで、エンリアップ、リミックス。WWP Rap Life and Breaks お聞きいただいたのは MOP Anti Up Remix でございました。ね、まあこれはもうたぎる系の、まあそうですね、まあもう大騒ぎ系ですよね。まあね、定番ですけど紹介せざるを得なかった、これは当時なんかこう印象あったりする？これまあもちろんクラブでめちゃめちゃみんな手挙げて盛り上がってた印象もありますし、それこそこのオケでラップしてる人も多かったかなっていう印象ですね。まあこれ MV もね、もう本当に大騒ぎみたいなやつだからね。これ最高でしたね。最高だよね。いや、そっかそっかそっか。これが当時と2001年、でまあさっきのね話の続きではあるんだけれども、はい、だんだんこうなんだろうな、まあそういう現場でやってみたところから、はい、まあもうちょっとこうなんていうの、まあプロとしてある程度こうコンスタントにやっていく流れっていうのは多分出てくると思うんだけども、はい、その辺ってどんな流れだったの？その後。プロになれたかなっていうのは、やっぱりなんか結構その、まあ僕ニューヨークに2006年から5年間行ってて、で、その前って全然日本でも、ギャランティー的なものをいただいてなかったんで、まあそれこそたまに呼んでもらって5000円とかはあったっすけど、まあほんとそういうレベルで、まあバイトしまくってで、まあこのままだとラチ開かねえかどうなんだろうなと思って、まあニューヨークもともとちょっと興味あったんで、住んじまおうと。どこまでやれるかやってみようと思って、で、まあ、ニューヨークで、まあ、それこそ DJ だけである程度生計が立てれるようになった時に、まあ、なんかやっぱりこれ、まあ、プロっていうか、こういう感じなんだなと。で、まあ、日本帰ってきてからは、まあ、やっぱりいろんなお仕事をね、幸いなことにいただけてるんで。ニューヨークさ、行った時って、なんかこう、つてとか。はなかったっすね。まあでもそれこそまあでもジブラさんとか言ってたけどもちろんいろいろ調べられるんで、まあ日本語サイトでアパートとかも探せたりはしましたけど、まあ全然向こうに誰がいるとかではなくて、まあ行ったらまあ誰かと繋がってたよねみたいな。それこそさっき話したキングライスターのやつも1年間先に行ってたりとかたまたまして、でまあ語学学校がたまたま一緒だったとかあったんですけど、まあ本当まあラッキーなことに。であとまあやっぱりでもそれで日本人コミュニティだけじゃつまらないなっていうのもあったんで、まあガンガン一人でも向こうのクラブ行って好きな DJ 見つけて、ミックシー入り渡して、顔売って、みたいなこといろいろやったんですけど。
いやでもそれはね多分なんていうかもう本当行動力そうですね。にもう尽きるよね。はい、もう死ぬほど動いてたけど、ね。うん。いやでもそれがあったから多分本当にその後の今もあると思うんだけど。はい。それこそね、レップでも番組を始めていただく、はい、ちょっときっかけになりました。はい。SNS でのね。そうですね。はい。うん。あったと思うんだけども。インスタグラム、まあツイッターとかにもまあ、うん、やってたんですけど、まあインスタグラムで今ちょっと厳しくなっちゃって更新できてないからやめちゃったんですけど。うん、はい、はいはいはい。まあ1分間に。ニュースで B サイドニュースってハッシュタグでやってて、うん、まあそれがなんか割とその当時のなんだろうな、うん、まあ今だったら何この間エーサプロキッドリアルの子供生まれましたみたいなこととか、はい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 、まああとインタビューをなんか字幕自分でつけたりとか、うん、そういうのでほんと1分間ニュース、うん、まあこれイメージとしては昔の MTV とかスペシャルでやってたその番組と番組の間になんか1分間ニュースみたいな、はいはいはい、VJ さんが喋るっていうのがあったらいいなと思って MTV You Hear It First みたいな、あ、なんかそういうやつです、あれね、はい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 、でなんかそれもやっぱUS、うん、ニューヨーク住んでて、うん、ラジオの影響ってすごい強いなっていうのがあって、うんうん、そうだよね、うん、で帰ってきた時になんか自分のポジションとかを俯瞰的に見た時に、うん、意外と喋れる DJ って少ないぞって、ラジオ番組持ってんのってラッパーばっかりだなってなったんで、じゃあ DJ でも喋れるんだってことを自分から発信しようかなと思ったのが、うん、まあ何年か前に始めたその B サイドニュースっていうコンテンツで、まあそれを柳竹さんが見つけてくれて、でこう面白いからちょっと今度レップの方でもどう、うん、って言っておっしゃっていただいて、まあ最初1時間番組やってで今6レップで月曜日ユーキッドと、ね、はい、いやだからさ本当まあレップも始めるときはまあ俺がもうずっと昔からホット97みたいな、うん、ね、ラジオ局が日本にも欲しいよってずっと思って、一、うん、はい、回さ、それこそホット97を日本に持ってくるってことまでしようとしたことあったのよ。リードが番組やってるじゃん。そうですね。ね、あれが始まるきっかけのタイミングで、うんうんうん、なんかリードがだいぶいいとこまで食い込んだんですけど、うん、あとジブさん一押ししに来てくださいって言われて、うん、夜ニューヨークまで行って、はい、んで、まあそのリードの番組も始めてほしいし、うんうん、プラス、もしあれだったら、ホット97をジャパンにローンしないかみたいな話まで持ってって、でっかい話っすね。そうそうそう、で結構ねもうエグゼクティブとも会っていろいろなかなか結構あと一歩みたいなとこだったんだけど、やっぱりいわゆるこう民放のレディオウェーブをゲットしてくれないとダメだってなっちゃって、なかなか難しいですよね、それはちょっと日本ハードル高くて、また向こうって違うんですよね、電波のそういうのが。そうそうそう、でやっぱ向こうもね感覚がやっぱりどうしても、ほら、向こうってさ、もう本当に 0.2 ずつぐらい、ラジオ曲あるじゃん、本当に。もうカレッジ合わせたら絶対ありますね。そう、もうそれこそドゥーダラッチングの映画の中に出てくるみたいなさ、このちっちゃいさ、一人で全部やってますみたいなところもいっぱいあるし、だからそういう感覚が日本はやっぱないから、うん、まあ電波法とかいろいろあって、なかなかこうラジオ局をね、はい、そのなんていうのかな、いわゆる地上波みたいなやつを作るのは難しいっていう話から、うんちょっと残念ながらインターネットだったらできそうなんだけどって言ったけど、それはちょっとねってなっちゃって、まあでその辺で一時期ちょっと諦めてたんだけど、まあこちらね、グローバルハーツさんが、はい、なんかまあ社長村田大造さんが、はい、なんか面白いことをやろうよって言ってくれて、うんうん、当たったたら俺マジラジオやりたいっすーつって始まったのがこれだったわけよ。なるほど。だから一番こう、なんだろうな、その、お手本にしたのは、まあ、ホットナイティセブンだったり、うんうん、パワーの6だったり、はい、みたいなもので、うんうんうん、で、それこそさ、ホットナイティセブンなんかさ、ラジオ、喋ってるっていうかもう番組持ってるのほとんど DJ じゃん。まあそうっす、逆に。そうそう、ラッパーはあんまりそういうことしないっていうか、そうですね、むしろ、うん。うん。だから、そういう意味じゃ、やっぱり DJ が喋れて、いろんな情報が出せて、うん、ね、でも本当だからニューヨーク行ったから分かると思うけど、昨日どこどこで誰誰と誰が喧嘩して大変だったんだよみたいな話とか、それについても電話いきなりしちゃったりとかあるじゃん。本当生感がやっぱり好きなんで、本当そうなんだよね。誰かと誰かのビーフになったらもうすぐで分かってくるみたいな、うん、そう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 。でまあもうだからね面白さをやっぱりこのレップでもね、うん、出したいなっていう話はまあやんだけどもずっとしてる中で、うんうん、いや実はこのダビー君っていうのがいて、これすげえ面白いんですよみたいな話から やっていただくことになったんですけども、あっという間にね、はい、時間になってきちゃいましたけど、ね、はい、一曲ちょっとかけようかな。なんかそのね、B サイド始めた時に、はい、何かこうそのなんだろうかな、きっかけというか、まあそこでこうよくお話ししてたようなアーティストの曲とか言ってみたいなと思うんですけども、ね、はい、まあ当初なんかうん、クリス・ブラウンなんですけど、クリス・ブラウンが、はい、なんかバイクでパクられたりとかどっかの国で違法運転して、あとなんかボクシングマッチソルジャーボーイとやるとか、はい、なんか前半クリス・ブラウンで倒かったんで彼の曲かけようかなと思います、うん、はい。
というわけで聞いてください。いクリス・ブラウンで Yo! Excuse me, miss。WREP ラップランチブレイク、さっきいただいたのは本日のゲストダビー君のセレクションでクリス・ブラウン Yo! Excuse me, miss でございました。あっという間でございます。あっという間でしたね。はい、もうほんとね、1分半ぐらいしかないんですけども、なんか告知事とかってあったりするかなと思って、まあスワローズの試合はそうなんですけど、うん、クラブイベント系だと金曜日、はい、六本木ライブ X 東京で、うん、土曜日また六本木なんですけど、うん、ゼースナイトクラブ、うん、で日曜日は先輩のお店なんですけど横浜の鶴見区の、ミュージックバーでワンネスという場所があるんですけど、まあそこでさっき話したキングライフスターのリオってやつと、あとまあルークってまあ元々の知り合いの、うん、3人でやったりとかしてるんで、はいはいはい、まあ、ご近所の方で興味があればチェックしてみてください、はい、ですね。あとはまあ6レプ聞いてねと。はい、毎週月曜日6時からレプ6でございます、はい、よろしくお願いします。ということでまあなんだろうな、今日結構でもねすごい意味のある話いっぱいできたなと思って、意外とやっぱダビー君のパターンって結構レアだと思うし。あ、本当ですか。うん、すげえ楽しかったです。いや嬉しいですね。ありがとうございました。こちらこそです。はい、ということで、これにて一部終了です。今日のレプのねラインナップを紹介させてもらおうかな。はい。はい、ということでですね、この後、毎週、木曜日、ランチタイムブレイクス2部はもちろん DJ ケンボーのマネントゥー、本日もこちら、レップスタジオから生放送でございます。2時からはプレイリスト、そして6時からはレップ6、本日はビリー・ローランとカホの番です。生放送。今日のトークテーマといたしましてはですね、楽しい、美味しい、味変、ちょい足しです。ほう。ラーメンに途中でバター、うん。味噌汁にチーズ、うん。バニラアイスにオリーブオイル、あー、なんかありますね、このね。ポテサラにラー油など。あのね、俺、味変は結構大好きで、俺ね、すごい、もう、ザ味変の店っていうのが一個ありまして、これ三軒茶屋なんですけれども、油そばの店なん。のね。で、ここは、もう、そもそも、まあ、3種類か4種類ぐらいの、まあ、メニューの中で、まあ、塩味とか、なんとか味とかある中で、まあ、俺はまあ、肉使ってないっていうのが塩味なんで、それをいつも食べるんですけど、そこにね、とにかく目の前に、もう、様々な調味料がずらーっと並んでて、で、もう、とにかく自分で味変をしてくださいっていう店なわけ。で、もう、俺ら一時期、うちの事務所が三茶にあったんで、すごいハマってそこよく行ってたんですけれども、もうよく行ってて仲良くなっちゃって、まあ店員さんもなんかダンジョン見てます、みたいな方だったりもしてたんで、すごい仲良くなってあれしてたんですけど、もうどんどんね、奥の手みたいなやつが向こうからまた出てきて、それこそ、エバラ焼肉のタレとか、ウニソースとか、もういろんなもん出してくるのね。それをもう、こう、ちょっとずつちょっとずつ味変えていくっていう、もうそれ最高なんでね。油坊主という店でございます。ぜひ行ってみてください。そんな感じで、今日のトークテーマといたしましては、楽しい、美味しい味変、ちょい足しでございます。ツイッターハッシュタグカタカナ6レポをつけてつぶやいてください。8時からは、ガシマのナイカレ。こちらも生放送。今夜は、明日リリースのガシマの新曲を、宇宙最速オンエア。あとは、ゴートと呼びたい海外の偉大なラッパーを紹介するコーナーでは、ケンドリック・ラマーの魅力を語ってくれます。そして9時から、渡辺志保の DJ's プレイリスト。こちらも生放送。今日はゲストで、ゆきベイブが登場いたします。そして10時からは、ティーストーンスクリュー DJ 初音による、フォースコーストレディオ。こちらは収録ですね。今夜は先日、ゲストで登場したディスリーとのその後の話をトーク。そしてティーストーンは広島のラッパー、サブ系の魅力をご紹介。スクリューは広島県、因島の名産スイーツを教えてくれます。そして11時から、Life from the Lounge、レップラウンジから生中継、今夜は DJ マガラ、エージャンスター、ショーショット、DJ デフロによる、レップサースデーをお送りいたします。そして、明日ですね、ミュージックバトルチャンピオンシップ、チャンピオンズリーグ、A ブロック、第2試合、DJ ケンボー VS DJ 対抗による、プロデュースバトルとなっております。12時から2時間生放送ですので、お付き合いよろしくです。では、ここで一回コマーシャル挟みまして、コマーシャルの後は DJ ケンボーの1&2。皆さんそのまま、stay tuned!